な感じで今からハイマードベルに行ってみよう。決めた？決めたよ。え？日本って何？今日我慢できないから。ね。そうなんですよ。背負い心地は肩もすごくショルダーは楽ですし、重心もなくてもっていうところです。軽いザックは割と肩で重心上にして背中にピタってくっつけて。あ、傘。袋から出したりもすぐあるんで、ちょっと取ってみて。あ、はい。すごいな。あ、軽いな。ハルミさん軽いの夢がない。ちっちゃい折りたたみの持ってる。これエヴァニーズ持ってるの、これ。持ってもらったら軽いよ。ああ、ある。はい、あれだけでもあったら。これ、はい、すごいスムーズなんですよ。ストレスなく。これなんてブランドなんですか？コッサマギアです。あ、サッカーのエヴァニーズですか。はい、ウルトラライトのブランドです。山に持ってくるこれ。なんか日よけにもなるし。なるし、あのこの間あれやん、キャンプしたやんか。はい、ああいう時とかに、ああいう時に大雨降ってたやんか。はい、ああいう時に降っていたし。移動の時。トイレまでちょっとって。あの時はでよトイレ行かないんで、まだこれでも言えへんな。あの雨ではさ、動きたくはないんや。こっちの方がいいな。でも持ってるんじゃん、こういう傘。私マウンテンジョニーって。ああ、はいはいはい。ジョニーの折りたたみ。ああ、これは持ってないんや。これキャンプとか便利やな。こういう一色でしか作ってないんです。かわいいな、これ。これかわいいよね。カバン傷つけないでしょ。ああ、工夫されてますね。シンデレラフィットするのはこっちなんです。欲しい。俺が一言言ったために。いくらなんですか？ 6,600 円。6,600 円、安いんや。合わせてみて。まあ、日本買ってるんですよ。日本しか買ってない。3本しか今日は。3本しか今日難しいのか。3人なんでお揃いや。3人。これ肩ザックにさせたらかっこいいよね。かっこいい。ちょっと上級者みたいな。ファッションチェックでも男の子やってた。めっちゃ上級者。こういうやつ。かっこいい。これさっき入ったばっかりのやつですね。一応タイミングいいじゃないですか。93.5、横が95、5センチですね。横が95、普段使いできる。そうなんですよ。女性だったら結構ね、そういうあの日傘代わりにする方も多いので。重さ何グラム？重さもね、一応測ってきます。そのメーカー推奨もあるんですけど、測ったのが正確です。ありがとうございます。197g ですか。197、実際今測った時に 200g 切る軽さです。これ長さです。あともう2本しかないってこと。これ今今日入ってきます。私買います。あ、ほんまですか。1本売れた。で、結構ね、その残り1本。大きい山行ったらすごい日差しがあるじゃないですか。で雨よりもどっちかっていうと。そうですね、女性だったら。で、稜線上とかでそんなアップダウンないとこって傘結構便利なんですよ。風にも強い。風にもで、折りたたみの UL 系の傘よりはやっぱ、まあ、うち置いてるエヴァニューの、まあ、それはめちゃくちゃ軽い傘なんですけど、はい、しっかり傘として使いたいんですよ、多分こっち。で、今日ちょうどあのまた後でうちストーリーとかには載せてるんですけど、インスタグラムのお家のマリーポンサさんのやつにつけて、はい、ストーリー載せてたりするんで。横のボトムめっちゃ大きいじゃないですか。そこに入っても全然気にならない長さですかね。私折りたたみを持ってて、やっぱ風でひっくり返ったりとかしてたんで、ね、あ、そう、ひっくり返るようになってんやな、折れへんためにな、あれはあえてね。で、面白いのが、ハンズフリーアンブレラクリップ。これどういうことですか？何かって言いますと、はい、ここにショルダーにつけれます。実際ちょっとゴッサムのザックお持ちしますね。これやった方が、はい、私の持ってるやつ、これ何リットルなんですか？60あります。ただコスタマーギアの場合はメインと含む全部このポケットもトータルで60。あ、そうですね。なんで60でも小ぶりな方が。で、面白いのがこれがハンズ。なるほど、すごいなくなってる。開けるんだ。そういうことだ。手がいらない。ハンドフリーってそういうことだ。ハンドフリー開くんじゃないんです。ずっと。先に開いてからやるってこと。開いてから。かけますね。はい、あります、はいはい。これだけ？これと下のこの持ち手部分で失礼します。
はい、これってゴッサマーだけですか？いえいえ大丈夫です。他のものにも大丈夫ですよ。はい、買います。2点で取る。2点で買う。こっちは何、こっちいくらなんですか？これも買います。これは1100円です。あ、安いな。すごいな。やっぱり買います。これいいな。面白い絵になってない。あ、でもちょっと傾いてあるのもあるんですね、これね。まあ、真ん中、あれなの、ね、そうですね、ちょっとまあこのテンションがもうちょっとかけた方がいいかなと思うんですけど、はい、なるほどね。手がでも実際そうなんです。ずっと長時間やっぱり手がどっちか下がってると あんまりね 山的には良くないですよね。これあれ自転車 のサスベイみたいなもんやな。自転車も乗れる。自転車乗っちゃう。それの歩きバージョンやこれ。あ、でもそうですね、うん、はい。今ちょっととりあえずつけたんですけど、お客様多分ご身長でもうちょっと上につけた方が、はい、視界が。自転車無理や、自転車前が見えない。透明じゃない、透明の方つけたり。ああ、ゼログラムのストップカーボン1本で1枚いっちゃうやつ。2本ででもこれ1本売り、1本売りやろな。でも軽いんちゃう。でもそんな変わらないか。なんかこのさ、マットな色がかっこいいね。かっこいいな。ガンメタかっこいい。長さ調整できるタイプです。あ、できるんですか。はい、三つ折りって大体長さ調整できないから、あ、まあ、三つ折りにやってるモデルも多いんですけど、はい、それは唯一長さ調整できるモデルです。あ、だからちょっと重たいんか、その長さですね。はい、あ、すごい、これもうメリットありますね。めっちゃおしゃれ。何センチから何センチの調整できるんですか。105から115です105から115。あ、はるみさん女性とかだったら結構ぴったりかもしれない。普通モデルあってもっと長いのもあるんです、うん、あ、そうなんですか。確かに123とか5のやつもあるんですけど、そっち売れちゃってますね。あ、でも女性はこれぐらいがちょうど、軽いよ。長さ調整できるメリットって、ワンポールテントとか持っていかれる方は男性でも大体115とかなんで、ワンポールテントでね、つけてもらってプール、ここ引っ張ってもらったら、あ、そういうことか。そうそうそう、あれとしてブラックダイヤモンドと用意しよう、ね、そうです、ブラックダイヤモンド、うん、はい、めっちゃ軽い。だから肘が90度か90度、まあ、ランの方はそれより下ぐらいの位置が。あ、軽いな。でもブラックダイヤモンドもこれぐらいかな。これ何グラムとか分かりますか。205って書いてますよ。205です。あ、205グラム、はい、あ、なるほど。1本が205と。なるほどね。0グラムはそうやな、グラムを歌ってるブランドやから書いてくれてんねんな。グラムで、ね、目指してやってます、うん、かっこいい。ガンメタどんどん買っていくやん、この人。なんか俺がこれどうすかって言ったらどんどん。三つ折りってのがなかなかないんで、長さ調整できるタイプ。じゃあ三つ折りってね、ほんま俺、あ、じゃああれじゃないですか、どっか旅出るときとかやったら、はい、旅とか電車乗るときとかやったら便利なんですよね、ほんますごく。大体のトレキンポールで、それこそ55センチとか60センチだ、これぐらいになるんで、逆にこれをこう、はい、つけるって毎回ストレスなんですけど。あ、今ポールで何使ってましたっけ。ブラックダイヤモンドの三つ折り。あ、俺と一緒のやつ。あれか。バーから。テントが0グラム持ちながら引かれる部分ありますね、うん。でも全然このストレスがないこっちの方が話すとき。あれ。ブラックダイヤモンドなんか結構ちょっとテンションあるの、なんかブルーのやつな。ストレスが。すごい縛れ。そうです、縛れてまとまってます。1本何くらいなんですか。1本折りなんで1本12,100円です。おー、すごいな。2本で2万なんで、はい、もうカーボン使ってるとどうしても。あ、そうか。でもブラックダイヤモンドもそれぐらいだったっけ。22,000円ぐらいやったな、700円がブラックダイヤモンド。だから値段あんま変わらんのか、2本で22,000円なんで。だいたいカーボンポーラーも2万とか2本セットでは超えるのが多い。予算もまだあるからね。あるから、まあ、あるからね。でもこういうのも壊れた時に。でもこういうのもあるってことですね。はい、なんか0グラムからポールも出てます。かっこいい。いいね。なんかこの大体あれじゃないですか。ネットでしか見れないものを手に取って見れるのがいいですよね。ここ実際ね。そうですね。なかなか売ってないブランドが。ネットでやってるメリットっていうのは、実際ネットで買える時代なんですけど、実際お客様手に取って実感して、うん、やっぱこうやって、まあ、私たちに聞きに来てくださる方とかありがたいですね。うん、あとごめんなさい、僕マイルストーンのキャップがすごい気になってるんですけど、はい、前々から気になってるんですけど、ちょっと今これ今年のモデルなんですか。今年のモデルです。こっちが昨年から出てて、はい、でこっちの柄が結構今年の柄になりますね。黒もあるんだ。はい、はい、あります。好みで選んでもらえます、ね。
で、なんで人気があるかってなったら、ここに、まあ、柔らかいワイヤーが入ってるので、はい、トレイルとかでその、まあ、影になって見にくい場合でも上げて使えるっていうので人気もありますね、はい、あとはメッシュなんで、まあ、トレイランされる方ももちろんですし、夏のハイカーさんも汗が湧きいいモデルになって、これからの時期はね、はい、ちょっとこのカラーのツートンが人気あります ね、 ね、ちょっと後ろでベルト調整がここできるので、はい、こちらです。こんな感じかな。鏡がないと。お鏡後ろにじゃあすぐ進んでもらって。ああ、どうなんだろう。どう？どうや、ハイミさんどう？なんかいつものコウタロクイ。いつものコウタロクイ。つが褒めてんの？いつものコウタロクイ。なんかしっくりきてる。あ、しっくりきてる。黒はこれか。どっちが黒いいね。黒いいね。黒いいね、これ。これより、グリーンは気になるんだけど。一緒やん、ウェアと。一緒やん。グリーンのウェアが多いから、持っててもなんか、こういうのが。黒いい。黒いいな。折った時のベージュが見えてるのがまた。あ、これ、うん、あ、いいな、こっち。うん、黒、夏はまあ暑い感じだけど、でもフレッシュやから大丈夫かな、うん。こっちの方がなんか暑いか。虫が来る。こっちの方がいい感じかな。あ、迷うな。あ、これ、俺こっち、やっぱこっちの方がしっくりくるわ、うんうん、じゃあちょっとマイルストーン前からちょっと欲しかった。これ店頭で買えるのはすごい嬉しいな。帽子ってやっぱ実際見て欲しいもんがあるから、うん、だからこっちやっぱ黒とか似合うとは思わなかったけど、実際こっちの方がしっくりくるんで、うん、ちょっと買います、これ、うん、あ、嬉しい、今年の夏が楽しみだ、うん、かっこいい。あ、で、あ、でもいい感じです。可愛らしい感じですね。エムヤも。あ、そうやな。あ、エムヤ似合ってるわ。グリーン。これは？似合ってる言われたら。グレーは？エムヤあんま自分でキャップ買えへんや。自分でキャップって。あ、でもグリーンの方が似合ってるか。うん、結構さ、エムヤこう、そうそう、落ち着いたエムヤがこれキャップでやることによって一気に雰囲気が変わる。うん、一気にこのスタイリングの雰囲気が変わるからさ。エムヤどうするのそれ？これ買います。買う。おお。今やもマイルストーン買います。かぶるけど、まあ、ロゴが全然ちゃう。ロゴはちゃうからな。まだちゃう、いい雰囲気ちゃう。なあ。ずっと同じ着てます。そうそうそう。なあ、ほんまや。さっき説明やったかと思って、うん、店長も多分3つか、私も2個持ってます。サングラスがどう気になるの？これがまあ、まずこれ車に付けれる。ああ、なるほどな。そして。あ、そうか、日差しが強い時あるもんね。普通にかけれるんですけど、メガネで有名な福井県鯖江市のブランドでフロートって言います。あ、はい、で、そうなんですよ。今そうやってこうピタッてフィットしてると思うんですけど、ここのテンプル部分がすごい特殊なんで、これだけ別注でフランスで作られてます。へえ。で、そうです。おいくらなんですか？あ、これね。これなんで、なんで取るんですか？見ていただいたレンズとテンプル部分全部別売りなんで、お客様の好みで色合わせれば、カスタマイズできるね、はい、だからそれこそ、まあ、ここだけ翌年変えることもできるし、こっちを気分で、まあ、来年ちょっとカラー変えたりとか、ね、毛変えたらめっちゃ、ね、そうなんですよ。お安く気分、私らもここだけよく、私も、次の年に色変えて買ったりとかしてます。あ、なるほどね。で、海外ブランドのサングラスって日本人のやっぱどうしてもこのここの鼻の高さに合わない方多いんですけど、うん、ここのバネみたいになってるテンプルがフィットするんで、はいはいはい、それこそトレランとかにもこれ使ったりしてます。自転車乗ったりとか、はい、バネになる。あ、そうか、ここはもともとフィットする。ここがフィットしすぎて鼻はあまり関係ないから。そうなんですよ、ここが大体フィットするので、うん、もうだからこういう風にも取れないし、うん、こうしてもらっても全然ずれないです。あ、なるほど、こんな感じで。あ、あれあれや、この形、うん、ちょっとセレブっぽいね。そうですよ、うん、いいんじゃないですか。朝日と夕日がさ、車に乗ってると。今日はヨナちゃん、ヨナちゃん、うん、夕日用に買おうかな、さっき夜になってもらった。車大丈夫や。あ、でもこっちの方が可愛らしいと思う。そう、うん、あ、ほんまやな、こっちの形がいい。もう鏡ないな、鏡見てみよう。
これ見てなかった。え、じゃあこの組み合わせをできるってことですか。そうですね、はい、レンズ選んでもらってお色味も変えれるんで、UV カット率が3種類ありまして、一番上の、まあ、一番レンズがカラーが薄いモデルと真ん中のこの6つで、下の2つがミラーレンズになってるので、一番 UV カット率高いのがミラー、まあ、雪山とかでしてミラー選びますね。で、山でずっとかけ続けたい方だったらこっちで、中間帯はこの、ブラックレンズ、この辺のレンズになります。今お選びいただいてる2つも中間のこのブラックレンズ、あ、そうなんだ、はい、一番人気ありますね。中間だとずっとかけ続けてるみたいな。そうです、割とオールマイティにかけてる人多いです。どうしようミラーだと結構その普段使いしにくいって方もいるし、ミラーがもしかない。でこっちだとまあ目が見えるので、普段はちょっと隠したいって方もいます。目が見えないのはこれと、これも見えない。見えないですよ、基本的にはあんまり。こうブラウンとかブラックなんで。どうします、これにします。これ小顔に見えない。うん、ほんまや。いや、これにこれ買う。あ、すげえな勢いあるな勢いあるわ、この人、ほんまに。大丈夫かな、お支払い。お支払い大丈夫ですかね、はい、こんだけ言っときながら金もないしカードもなかったらどのようになってんねん話じゃあ、ありますね、大丈夫です、はい、しれっとハンマー買ってるよ。え、こちら傘、はい、あ、はい、はサングラスのこちら2点です、はいはい、サングラス2つかも。だからあのあテンプルとレンズと、そうですね、はい、でも付け方多分先ほども取り外ししてたらバッチリだと思います、はい、でマグネットも付いてます。ついてる。で、ハニーさんハンマーも買ってますか。うん、チップで使用するって言ってたんで、いつの間にハンマー買ってますか、すごい、はい、まだテントは届いてないんですけどね、うん、さっきハンマーを買ってキャンプ場。これどこのハンマー、スノーピークのハンマー、うん、あでもしっかりしてるね、かわいい、ね、そんな高くなかった。なんぼ4400円。あ、なるほどね、いいじゃないですか。はい。はい。ね、ハイマードルーツさんもたくさん物を買いましたね。はい。満足しましたね。大満足。はい。で、どうですか？ええ、まあ、たくさんありましたね。お店の感想ですか？はい。なんかね、お客さん結構いたんですけど、接客丁寧で、はい、なんか商品買う後押しすごいしてもらいました。後押し。接客なんでね。はい。ハイさん結構。接客してもらったら。はい、欲しくなっちゃうんだよ。あ、さん、私買うものないとか言ってたんですか。そう、買うものないって言って聞いたんですけど、はい、一番買ってますよ、一番買ってます困るの。そうですよね、はい、いや、でもそれぐらいね、やっぱりね、はい、店舗での買い物っていうのはちょっと、どんどん引き込まれていく部分がありますよね。いやね、すごいね、アクセスがいいですよね。加古川の山行った後に、まあ、温泉も近いんで、福の湯行って、でハイマートメルクさんでたくさん買い物をして、その後に初飯を食べるっていうね、はい、このねゴールデンルートはすごいおすすめなんでね、ぜひともね、関西とか、ね、関西以外の人もね、訪れてみてはいいんじゃないでしょうかということで、ね、じゃあそんな感じで、ほな、さよなら。